今日ですね、ジサリスの絵とか描いていただいて、高橋さんにね、来ていただいて、ちょっと打ち合わせの方していけたらなというふうに思っております。お久しぶりです。お久しぶりです。今回はちょっとその進捗状況をお聞きしたいっていうのと、大村さんと僕の方から、ちょっと提案みたいなのがありまして、その2点をちょっとね、打ち合わせさせていただけたらなというふうに思っております。まず、なんか高橋さん、作品を作っていただいたということなんですけれども、ちょっどんなと作品を作っていただいたんですか？ジサリスを可愛くした展開をやってみたいなと思いまして、こんな感じで。かわいい。いいですね。二等身。いや、二等身でもない。もっと等身ですね、これ。1.8等身ぐらいありますね。僕の方が提案して、こう勝手に書いて展開していけたら面白いなと思っいや、もうて。全然ジサリスプロジェクトは高橋さんが書いていただいたやつはもう全面的に使わせていただくというプロジェクトでございますので、もうこんな勝手にやっていただけるなんて本当にね、嬉しい限りなんですけれども。勝手にちょっとチチャリスというチチャリス。ね。ああ、なるほど。うまいですね、チチャリなるス。ほど、チチャリス。高橋さんってなんかこう、写実的な絵といいますか、結構こう、リアル寄りな絵を描かれる印象が多かったんですけど。そうですね。でも結構小学生から中学生半ばにかけてはアニメーターを目指してたんですよ。その時に三頭身のキャラとかはもうものすごく描いてて、ちょっと今役に立ってるって感じで。高橋さんが描いてくれたチチャリスは、やっぱりでもどこか高級感がありますよね。ちょっともう一回見てもらってもいいですか？いや、繊細。これやっぱりなんかこう、スーツの造形とかが、本当にしっかり細かく描かれてますよね。これのデフォルメ系っていうのは、人に刺さっていうふうに描くのかなと思うんですけど、かなりの画力を感じる デフォルメなんですそうね。ですね。簡易的なものにしようと思ってたんですよ。でも、デフォルメだからデフォルメしたんでいいじゃなくて、やっぱ差別化、他の商品ともやっぱり、なんかジサリスは違うな、みたいな、三頭身になっても違うな、みたいなものがいるかなと思って。チチャリスまで命名していただいたんで、ミニキャラクターっていうのは、他にも一般公募でお願いした方とかにも書いていただいてたりとはするんですけれども、それはそれとして、この高橋さんのこのチチャリスを全面的に押し出していくっていう形で、いろんな商品展開できたらなと思います。ありがとうございます。例えばどんなグッズとか、どんな展開を高橋さん的には考えたりしますか？三頭身になると結構幅が広がるんで、いろんなものに当てはまるかなとは思うんですけど、立体物欲しいですよね。アクリルスタンドという妥協ラインから離れる時がやってきたかもしれませんね。量産型にしていくのはちょっと厳しいデザインだなっていうのがあって。今フィギュアも作ってるんですよ。高橋さんのそのデザインいただいたジサリス、もう1分の1ジサリスのあれをなんとかフィギュア化しようっていうので、誠意制作中ではありますので、できたらお送りします。ありがとうございます。それとは別に、やっぱりこのチチャリスも、なんかそういった展開できたらいいですね。ガチャガチャ系とかでもこう展開できれば、ちっちゃいやつでもいいんで、なんかこう並べられると。並べるってことは、じゃあ他のチチャリス以外のセンティカも描いていただけたりするんですか？フォビアとかデジールも全部変身前の姿のみんなもこう揃えれたら楽しいなみたいな。ああ、嬉しいです。じゃあちょっとそのチチャリスの方はまた改めてこちらで持ち帰らせてもらって、いろんな展開を考えていくっていうところで、で今回ちょっともう一つご相談というかお願いしたいなというところがありまして、今ジサリスのファンクラブサイトをやってるんですけれども、そこのところを発信として、一つ新しいコンテンツができないかなっていうのでご相談させていただいてまして、その辺のちょっとアイディア等をちょっと大村さんの方から話していただけたら思います。以前ですね、高橋先生がツイッターで上げてくださったんだと思うんですけれども、ジサリスのモノクロの漫画、コミックのイラストがありまして、あれを見てからですね、非常にジサリスのコミカライズがあったら嬉しいなっていうふうに、その自分の中で気持ちが膨らんでおりまして、ここでもし高橋先生が可能であるならば、ジサリスのコミカライズを先生にお願いできないかなと考えたんですね。具体的には、そのファンクラブで今、会員の方から毎月毎月会費をいただいているながら、コンテンツの方がちょっと少ないというのがありまして、テコ入れをしていきたい。特に第2シーズン始まりますので、それに伴ってそこを拡充していきたいと思っております。その中の一つ目玉としてですね、もし先生が可能であるならば、リアルよりの SD ではないジサリスのコミックを先生にぜひ連載していただきたいなと考えております。ただ、もちろん漫画描くのは非常にカロリーがかかるというのも重々承知しておりますので、毎月十何ページとかは言いませんので、先生ができるペースでですね、
でしかもその小回りも細かくというわけではなく、先生の都合のいい小回りをしていただければ4コマでもいいですし、まあ、リアルタイプのやつでもいいですし、大コマでもいいですし、まあ、そういうの加減をしていただいて、ぜひ連載をお願いしたいなと思っております。でもしそれがですね、OK いただけるんであるならば、まあ、将来的にはある程度まとまった段階でですね、まあ、雑誌に持ち込んでみたりですとか、単行本か出版社を依頼してみたり、同日での出版ですとか、そういったものも考えていきたいと思いますし、結果として高橋先生にもお礼ができるかなというふうに思っておりますので、これから高橋さんと共にこれができたらな、あれができたらなっていうのをこれから先話していけたらなというふうに思いますので、今の話を聞いてどんなイメージだったらこのプロジェクトにふさわしいとか、どんなイメージだったら高橋さんもこう力を入れられそうだとか、こういうのが面白いんじゃないかっていう意見がありましたら、ちょっとお聞きしたいんですけれども。漫画にするのはすごくいい企画だなって率直にも思いました。今どこまで書いていいのかちょっと分かってないんで、僕自身がその辺がだいぶ具体的になってきたら書くのは全然僕は大丈夫なんで、その辺詳しい情報量がもらえたらもう全然僕は書きます。そうしましたら詳細を触りだけでもお話をさせていただければと思うんですけれども、具体的なシナリオとしましてはシーズン1を使っていただきたいと思っておりまして、ただ当然媒体が違いますと見せ方が変わってきます。やっぱりそこはある程度のアレンジが必要だと思っておりまして、例えばなんですけど、ギセレスの映像の第1話は形態変化しないで終わるんですけれども、コミックの方ではやはりパッと見の派手さっていうのも必要だと思いますんで、第1話は形態変化から始まって、そこから遡って鮎川の階層に入るみたいな、まあ、そういうようなシナリオの組み直しをした上でシーズン1を書いていただければなと私は思っています。ジサリスのそもそもドラマって、まあ、全部描ききれてないというか、 YouTube 尺で10分間に収めるっていう中でテンポを重視したりとか、各キャラクターのその詳細みたいなのを描ききれてない部分があるんですよね。そういったところをこう、まあ、コミカライズ化することによってもっと掘り下げていってもいいんじゃないかなって思ったりしてるんですよ。例えば第1話で彩香がいきなり別の世界に飛んできたみたいな描写があると思うんですけれども、その前に何してたのかとか、どういったパーソナリティだったりするのかとかっていうのも描いてもいいのかなと思いますし、いろんな、だからその描ききれてないところを描くことによってコミカライズ化する意味も出てくるのかなと思ったりとかもしてます。まあ、あとは AIC ライツがアニメ会社っていうのもありまして、大村さんの多分作戦の中に組み込まれてるとは思うんですけれども、そのコミカライズ化したら実はアニメ化を目指していくんじゃないかなっていうところもあったりとかもすると思うんで、その辺はちょっと大きな視野として入れつつも、インナー向けにジサリスプロジェクトを楽しんでいただけるコンテンツができるっていうのはちょっと素敵だなと思います。週刊誌とかではないので、無理なペースでここまで上げなきゃいけないっていう風にするよりかは、長く続けていけるような環境作りっていうのが一番大事かなというふうに思いますので、シーズン1ないしシーズン2を目標に書いていくっていうので、1ヶ月どれぐらいのページ数っていうのもやってみて一番無理のないところがいいと思うんですよね。だからその辺のちょっと構成的なところはちょっとご相談していきたいんですけれども、でまた高橋先生の作業のやりやすさっていうところで、まあ、こちらでシナリオを用意した方がいいのか、高橋先生がストーリーじゃなく連作で1話完結ものやっていきたいとか、まあ、そういったアイデアがあるんであればそれをやっていただくとか、高橋先生が一番ストレスがないような環境で執筆していただけるように手配していきたいなと思っております。形態変化とかの描写はそのまま漫画に落とし込むんですかね。そこもいらない部分は逆にカットしてもいいのかなと思うんですよね。実写だから成り立った変身だなっていうのがあって、そうですね、あまりそのディティールのところにこだわりすぎてしまうと話のテンポも悪くなると思いますから、変身前、変身ポーズがある人は変身ポーズ、変身後、まあ、その間はちょっとパッと光るみたいな感じで十分じゃないかなと思います。実写の漫画家ってなぞっちゃうところがどっかあるじゃないですか。だからなるべくこの実写のやつを壊さないようにっていう風にすればするほど漫画として面白いものに なるのかなっていう風にちょっと疑問になってしまうんで、そこはぶち壊していきましょう、ね、形態変化の描写いらないってだったらもう全然なしでも構わないので、その漫画として面白さを追求するっていうところが、まあ、一番ベストなのかなというふうに思ってます。新たな戦地化を漫画の方で出てきて、でお客さんはそれを見て逆に実写に出してくれよって言われるぐらいのキャラ出す方がいいかなと、ただファンクラブの人らもあ見てお得だなって思えるかなと思うんですよ。ファンクラブの方々って月会費を払っていただいてるじゃないですか。やっぱり何かしらのコンテンツ提供っていうのはしたくて、ネットフリックスだったら月会費払ってドラマ見れるじゃないですか。ツイッターとかのサブスクだったらちょっとなんかこう未公開のつぶやきとか見たりとか、 YouTube のメンバーシップだったら違った放送が見れたりとかするんですけど、このサイトは漫画が見れる、
これちょっとやばいですね。月会費いくらでしたっけ、500円でしたっけ。やばい、カロリーやばくないですか。ちょっと小倉さん大丈夫ですか。まあ、そこはあの高橋先生次第なのでいや。じゃあまあとりあえずシーズン1でやってみて、まあ、そこでまた続けるか続けないかっていうのはちょっとこう今後の展開次第で決めていくっていうので、まずじゃあシーズン1行ってみますか。そうですね、あのシーズン1をこうギュッと圧縮して、その漫画としてのそのテンポよく短めにした上で再構成をするっていうのをちょっと高橋先生と絵コンテ作りながら頭を悩まさせていただいて、その後先ほど高橋先生がおっしゃったような新しい展開、それがパラレルワールドなのか外伝なのか、はたまたそのまま続編なのか、そういったところを期待を見せつつみたいな感じの流れがいいんじゃないかなと個人的に思いました。あとは結構読みますもんね、小倉さん。そうですね、はい、私はオタクですのでもうひたすらコンテンツが有名なさってますね。マルサムのシナリオとかはどなたが。そこのところはですね、2つのベクトルがあるんですけども、1つは高橋先生がやりやすい方法というのがありまして、ガチガチにシナリオを用意してしまった方がやりやすいのか、高橋先生にお預けしてしまって好きにやっていただいてチェックだけするという方法がいいのかっていう線が1本目。あともう1つはですね、世界観からずれすぎても違和感が出てきてしまうと思いますので、先ほどの話と重複するんですけれども、監督やシナリオライターの方にですね、どういう風にしましょうかっていう相談も必要だと思いますので、それをまあ2軸目にしましてですね、そのあたりで高橋先生はどうされたいのかっていうのをちょっと聞かせていただければなと思っています。的にはそのやっぱりガチガチなシナリオがあった方が絵に落とし込むのは早いかなっていうのはありますね。嬉しいことですけれども、実際にこだわりを持っていただいておりますので、まあ、監督とシナリオライターの田口先生にですねご相談して、例えばいやそれはもう俺が絶対やるよって田口先生がおっしゃるかもしれないし、田口先生は、まあ、漫画の方はそんな得意じゃないから頼むよっていうことであれば、まあ、私とか佐川明日香さんですとか、まあ、そういったあたりでやるっていうこともありますし、まずは相談してからかなと思いますね。じゃあその二軸で考えてみましょうか。まずはジサリスのシナリオを書いてくれた一番の本家の田口さんに伺い立てを立てつつ、そこ次第でその大村さんだったりとか佐賀さんにやっていただくっていう形で、はい、いいです。承知しました。白黒で僕は構わないと思うんですよ、漫画なので。色塗りがすごい時間かかってるんだろうなっていうふうにも思ったりとかもするし、そういうのは特別感ある時でいいかなっていうふうにも思うので、白黒でいいですよね、大村さんね。漫画なので白黒でいいと思います。まあ、将来的に先ほど井上社長がおっしゃったようにですね、アニメにするとか、もうちょっとカロリー低めだとモーションコミックっていうのがあるんですけども、動く漫画ですね、そういったものを作るときにその塗り専門の方々もいらっしゃいますから、そういう方の協力を得てですね、カラーにしていけばいいんじゃないかなというふうに思っています。じゃあまたなんか細かい条件等はまた大輔の方からご相談させていただくので、まあ、今日のところはそのこの企画をスタートするというところで終わらせていただければと思います。わかりました。漫画とかに最後の方にミニキャラクターでなんかやっぱりバニタスくんじゃないですか。高橋先生のですねピクシブをちょっと拝見させていただいているんですけれども、そちらの方にですね、あの漫画をお書きになられているのを拝見しましてですね、ワンチャンお願いしたらいけるんじゃないかなという期待のもと、今日はちょっと実はお話をさせていただいているんですが、そちらに描かれている女性の絵も非常に可愛らしくて、高橋先生はリアル系の絵だけじゃなくてこんなに萌え絵も描けるんだなと改めてびっくりしたというのもありましたもんね。それでも楽しみにしております。ありがとうございます、はい、その方向性で話し合うということで、ちょっとまた今後とも多分細かに打ち合わせしていくことはあると思いますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。